やねん。なんでやねん。トレルドルジヨルトゥール、バドデルバースルバット、ウガンバヤルムングウチル、ウルタンゲレルアマルダルバル、エルヘムバヤルエクトルテンゲル、エオヒトルテンゲル、オトゴンバヤルジャフラン、オユンバルドムーフタイハン。ソソルバラのムーフトゥルオルドゥル、トゥルマストムーフマトゥル、マンガサムーフマトゥル、マンガサムーフマトゥル、探してます。マジだ、ゲミング探します。モンゴルの方が多いってことです。何人ぐらいいるんですか？20人ぐらいいるんですか？28人もいるんですか？全然違うじゃないですか、10人って全然把握してないじゃないですか。なんでモンゴルの方こんな多いんですか？たまたま、はい、たま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 インターナショナルクールスクールがある。いや、たまたまモンゴルの方あの20何人入ってこないです。留学みたいな感じですか？あ、そうです、そうです。ああ。怪我してるの？わかんないな。怪我してるかわからんの？あ、怪我してる？わかんない。わからんねや。自分が怪我してるかわからんねや。怖。腰が痛い。あ、腰が痛いや。なんで腰痛い？なんで？え？練習で？痛いよな。え、今何歳ですか？あ、18歳なんや。19歳に見えるな。何歳ですか？15歳。そう、15。本当に？かわいいな。かわいい。じゃあ今中学生。あ、じゃあ高1。高1か。高1か。で、今なんで練習やってない？なんで練習やってない？腕どこ？むずっ。モンゴル指導。え、モンゴル？モンゴル。モンゴル。モンゴル。モンゴル？はい、せーの、なんでやねん。せーの、なんでやねん。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 せーの。なんでやねん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 。何歳？何歳？18。18？ 17。19。嘘つけ。なんでやねん。ちょっと馬乗ってるやん。ちょっと馬乗ってるやん。キャプテンではない。キャプテンっぽいけど。もう始まる？もう始まる、やばい。ランドル始まるらしい、やばい。俺もじゃあ入ってるんですか？はい。なんか3番目稽古。いや、顔もろね。ずっと笑ってるけど。え、1、2、何？元田女子。元田女子子。
よし一黄色よし、はい一緒の人が声出した嘘よし来いよよろしくお願いしますでやばかったマジで。なんでやねん。なんでやねん。やりたいっす。俺と。はい、強い手とやって強くなってっす。お願いします。よしじゃあやろうか。はい、次な、はい。ちょっと待ってな。一回こっち来て。はい、そう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 、もっともっともっと、グッて、お前、こう、脇締めろ、そう、あれ、20秒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 だよ、あと10、おい、なんで、はい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 、ラスト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 、よっしゃ、よし、来い、さあ、あ、はい、はい、やばいやばい、あれ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 、なんで。
あいつやろ。なんとか。あ、投げやすい。モデリスか。1997年世界選手権で野村さんが決勝やったグルジアのレアジシビルぐらいでした。よしこい。おーい。ハケビスか。分からんのむず。ちょっと怒ってる？はい、あ、分からんねや。むずい。よし来い。絶対怒ってるやん。絶対怒ってるよ。怒ってるかも分からんねや。全然全然。絶対怒ってんのに。絶対怒ってるこいつ。わかんないな。怒ってるか確認もできへんねん。むずっ。絶対
絶対怒ってるこいつ。ちょっと前怒んなって。ちょ怒りすぎ、目上の人に怒りすぎ。わかんないわかんないやっぱり。いや道着が1997年の世界選手権の決勝で野村さんが言ったグリジャーのレアズシキルから短い。ありがとうございました。絶対怒ってたよ。道着短い。あれやったら全部短い方がやりやすい。ここ短いのにここめっちゃ長いから。めっちゃやりにくい。すごい偉そうに見えるわ。なんかすっごい偉そうに見える。監督っぽく見える。ファイティーズファイティーズ。それぐらい言った方がいい。ちょっとなんか先生っぽかった。オッケー、向こうファイティーズね。樋口の絵は多分世界取る。強かった。左右できるし。樋口の絵、樋口の絵もう要注意。要注意じゃない、なんとかなんとか。監督に怒られるお前だから。絶対めっちゃ見てるから。見てる。いやいや俺も好きやけど、さすがにやりすぎる。なあ、はい、俺がいるときは怒らへんね。先生も帰った後絶対怒られるから。ちゃんとやろかしら。今はいいの。今です。
今これ撮影だし YouTube だから先生も怒んないけど、俺が帰った後お前ヤバいぞ。アティックやろ、アティックやろ。めっちゃ嫌い。この高校は柳原最高。